雨が降り始めています。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの1回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。ファウルになります。緩いボールで来ました。3球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか、うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました、いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか？今のは判断が良かったですね。バッターは2番に入っている和田、昨日のゲームでは4安打を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上今永、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。バッターボックスバース、昨日はホームランを含む4安打を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナーここはスタート切りません。打ちました、ショート取った、二塁そのまま入ってフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。バッターは4番ソト、前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。フォアボールのランナー、インサイド落ちました、三塁ファールフライ、ファールグラウンドへのフライです。サードが落下点に入ります。掴んで3アウト、ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回の表タイガースの攻撃、打席には4番バッター掛布、昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。さて今日打ちました、大和、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあバッターは石峰、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。これが初球、初球大きく外れています。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここ打ちました、大きな打球になった、レフトオーバーのヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙うベイスターズ、ピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁、さあそして打席にはオマリー入っています。気をつけたいバッターですね。さあ先制を防げるかという場面、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。甘いコースでしたが見送っています。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール、ここはファールを落とせるようなボールでもいいですよね。はい、打った、高く上がった、センター下がる、抜ければ先制ですがボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーも今ホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガースが先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。ベイスターズなおもピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。ここでタイムリー、先制点を奪われました。
さあ、そしてバッターボックスには真由美入ります。さあ、なおもピンチの場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。バッターの真由美、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで6厘となっています。やはり安易にストライクから入れませんよね。ランナーがいますからね。ああ、やはりそう。打ちました。取った。一塁送球アウト、ワンアウトです。さあ、そして打席には木戸入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、このままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。さあ、打席には先発の桑田入っています。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。打ちました。セカンド取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかし、この回タイガース先手を取りました。2対バッターボックス、ロペスヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。ファーストランナースタート、見逃し三振、キャッチャー送球して。さあ、そしてバッターボックスには音坂が入ります。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ここは追い上げておきたい場面。二塁タッチもセーフ。まず最初のボールを決めていきました。ファウルになります。空振り三振、前にボールを飛ばせません。ランナーは変わらず二塁です。見逃せばボールかという際どいコースでしたが、ここは空振り三振に終わりました。さあ、そして打席には伊藤が入っています。さあ、2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここは敬遠という選択肢もありますね。なるほど、さあどう来るか。低めのいいところにチェンジアップが決まります。ワンボールツーストライクです。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。あと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は絶妙なコースに投げ込まれました。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあ、ただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。内への変化球は決まりません。ボール先行です。空振り、2ボール2ストライクです。次が勝負ですね。なるほど、さあどう来るか。切れていきます。ファウル、甘く入ってますよね。ちょっと危ないボールですよね。はい、そうですね。打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには和田入ります。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、序盤から離されないように、ここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですね。スライダーで攻めてきます。外へ持っていきましたが入りません。打った、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターは3番バース。ベイスターズ連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあ、ここをしのぎきれるでしょうか。さあ、点差は離されたくないこの場面。2球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入りました。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで6試合連続のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。5対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。その際一気に5点と突き放されました。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。この追加点は正直厳しいですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは
バッターボックスには4番掛布。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。痛烈な打球、高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸び、スタンドも越えていった。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、思い切り引っ張られ、なんと球場の外まで持っていかれてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。6対0になりました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターボックスには5番石峰。さっきはツーベースを打たれましたからね、ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。宮崎、素晴らしい反応を見せた。アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いい動きでした。里崎さん、バッターボックスオマリー、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやー、痛いタイムリーでしたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打った、センターに強い打球伸びていく。どうだどうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。初球打ち、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。8対0。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。ああ、なるほど。やはり打ちました。打った瞬間確信した。カン君入った。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。9対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。次はピッチャーの打順ですが、先発の桑田打席に入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。最初は変化球できました。ストライクです。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ワンアウトランナー二塁となりました。ここは当然という交代でしょうか。ベイスターズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の三上。さあマウンドを任されたのは三上。今シーズン6試合目の登板です。前の登板では勝利投手になっています。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上は点をやれないということですから、期待に応えないといけませんよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せて。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んで2アウト。2番バッター和田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がします。打ちました。左中間に大きな打球。さあどうだ。真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。10対0。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。打順は3番バース。先ほどの打席で3ランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、緩いボール決まっています。膝元すぐに追い込みました。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。12対0。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。4番バッター掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、外れてボール。
これが3球目。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、13対0。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。5番バッター石峰。打ちました。伸びていく、打球を追っているが、これはどうだ。センター深いところを破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。バッターは6番オマリー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ヒットでランナーを打ちました。センターへ、伸びがありません。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。13。回は4回の表に入っています。7番から始まるタイガースの攻撃。真由美バッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ベイスターズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。流れを取り戻したいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはバッターがゾーンを広げて対応してきますから、より厳しめにいきたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。これは浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。8番バッター木戸、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。さて今日のベイスターズの先発は序盤大量失点で交代した今永。今日はベンチの期待を走ってきた。キャッチャー二塁送球する、振り込んでアウト、盗塁失敗。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは桑田。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはインサイド、落ちました。ショート取った、二塁を送ります。セカンドフォースアウト。打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。引っ張った、高いバウンド、サードゴロ。宮崎一塁送球します。今日もマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは2番和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。引っ張った、フェンス直撃、三塁を回っていく。これはどうだ。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、14対0。ベイスターズなおも三塁一塁のピンチです。打席には3番バッターバース、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランに挑みます。里崎さん、本当に怖いバッターですよね。今日当たってますからね。組み立ては十分注意すべきでしょうね。さあどんな、打った、ライトに大きな打球、この当たりはどうか、ライトオーバー、サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは4番掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、タイガースこの回7人目のバッターになります。今日はバッティング絶好調、3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。外へ持っていきましたが入りません。
バッターボックスの掛布、今シーズン得点圏での打率は7割3分5厘となっています。外れていきます。3ボール2ストライクです。外れてフォアボール。悔しさがにじみ出ます。ちょっと苦しいピッチングがついて、ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のパットン。さあマウンドに上がったのはパットン、今シーズン5試合目の登板です。さあ初球は何か、打ちました。スタンド一直線、文句な、入った。スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム7本目のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打席には6番バッターオマリー。初球は何で来るか。初球空振りです。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。ここでタイガース代走を送ります。アリアス、ファーストランナーに入ります。バッターボックスは7番真由美。先ほどの打席でヒットを放っています。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。次が2球目、引っ張った、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは8番木戸。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。低めの球が打ちに決まります。あっという間に2ストライクです。打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ツーアウト、はい、ここでタイガース代走を送ります。梅野がファーストランナーに入ります。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の武藤。さあマウンドを任されたのは武藤、今シーズン6試合目の登板です。まず何を投げてくるか。ファウルになります。2球目は何で来るか。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ツーアウトランナー三塁一塁と変わります。引っ張った、取った、二塁へ。スリーアウトになりました。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。バッターボックス外、先ほどの打席はファールフライに倒れています。フォアボール、セーフ。ストライクになります。ノーボール2ストライクです。打ちました。センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センター掴んでワンアウト。バッターボックスは5番梶谷。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトになっています。スライダーです。だいぶボールとバットが離れていました。変化球空振り、あえなく三振です。打順は6番ロペス。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナー1塁です。変化球空振り、3アウトチェンジ。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。里崎さん、
ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球から際どいコースをついてきます。インサイド落ちました。切りました、ファールボールです。バッターのバース、今シーズンの得点圏打率は7割4分3厘となっています。4球目は何で来るか。打ちました、外、1塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターは4番掛布、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー3塁です。打った、センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、サードランナーホームイン。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、ベイスターズなおもピンチです。バッターボックス石峰、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、引っ張った、サード取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。バッターはダイソーから起用されているアリアス、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ツーアウトになっています。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど、さあキャッチャー切れていきます、ファウル、打ちへ、これは決まった、ワンボールツーストライクです。引っ張った、ヤマト一塁送球、ホームに送球、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。タイムリー内野安打、ベイスターズもうこれ以上点はやれません。さあバッターは真由美、ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。さあ3球目は何か、低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません。ホームに送球する、タッチはアウト、これで3アウト。しかしこの回タイガース2点を追加しています。バッターボックス伊藤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですよ。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは途中からマウンドに上がっている武藤、ワンアウトランナー一塁です。インコース空振り、これが2球目、変化球タイミング合いません、あっという間に2ストライクです。変化球空振り、打順は1番に帰ります、バッター大和、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。2アウトランナー1塁です。ランナースタート、ヒットエンドラン、アリアス一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。ここまでのハイライトです。2回の攻撃、得点圏には先制のランナー6番オマリー、ランナー2人を返すタイムリー、ベイスターズ先手を取られます。裏の攻撃、このチャンスの場面、最後はこのボールで三振を奪われました。点差を縮めることができません。チャンスの場面、残念ながら三者連続三振、詰め寄ることができません。3回の表ノーアウト1・3塁のピンチ、迎えるは3番バース、甘い球を見逃しませんでした。ベイスターズ3点を追加されます。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターはダイソーから起用されている梅野。ベイスターズ厳しい展開で6回を迎えています。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。
ピッチャーに打順が回って先発の桑田バッターボックスに入ります。さっきは打たれてしまったんで、ここはもうしっかり抑えに行かないといけませんね。そうですね。ライトの前に落ちました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。インコース決まった。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス和田、まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。三塁線抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。タッチはアウト、これでツーアウト。バッターボックスには3番バース、今日は2本のホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。落下点に入ります。変化球に泳がされて、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトで。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんで、これ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね、しのぎ切りたいこの状況です。ファウルになります。ファウルです。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターは5番石峰。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。打ち上げました。ライン際ですがここは打ち上げています。2球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックスには6番アリアス。さっき打たれたシュートはここでちょっと使いづらいかもしれませんね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。三遊間、内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の三島。さあマウンドに上がったのは三島、今シーズン4試合目の登板です。アウトコース決まってストライク、打ちました。大きな打球になった、レフトバックする、バックする、入りました、ホームラン、ツーランホームラン。これが通算100号のメモリアルアーチ。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。里崎さん、見せてくれましたね。まあここまでね、いろいろな思いもあったでしょうから、当然嬉しいですよね。はい、これも日々の練習、経験の積み重ねということなんでしょう。最初は変化球できました。ボールになります。低め、これは決まった。次が3球目、ボールになります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。三遊間、取りました。
これで3連打。ワンアウトランナー1塁です。バッターは今日の先発ピッチャー桑田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。さあ2球目は何か。キレのあるボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ファウルになります。これが4球目。引っ張った。これはどうだ。取った。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ。音坂が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃。6番バッターロペス。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。フォアボール打ちました。セカンド取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送アウト、ダブルプレー。8回の表タイガースの攻撃。打順は2番和田。今日はここまでなんと6安打の大活躍です。いやーもうお手上げじゃないですかね。バッターボックスには代打の浅村。2番和田に変わりまして浅村。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。1塁はセーフ。引っ張った。これはどうか。ファーストの左抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチもセーフ。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。ここでタイガース代走を送ります。近本がファーストランナーに入ります。一塁牽制セーフ。変化球を見極めます。これはいいところ。一塁牽制、一塁はセーフ。引っ張った。これはどうか。打球を追っているが、これはどうだ。掴みました。一塁送球アウト、ダブルプレー。犠牲フライにはなりませんでした。打席には5番バッター石峰。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナー3塁です。バッターボックスの石峰、今シーズン得点圏での打率は、打った高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは6番アリアス。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。3球目は何で来るか。体に近いところ。さあ4球目は何か。打ちました。左中間に落ちました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス真由美。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。インサイド落ちました。大きな打球になった。さあどうだ。センター左へのヒット。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ベイスターズ
もうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター梅野。先ほどの打席は内野安打でした。タイガースこの回7人目のバッターになります。打った伸びていく、どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。宇宙ベイスターズピッチャーが変わります。さあバッターボックスには先発の桑田入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしまあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。サードが構えます。掛布抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター大和、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。危ない球です。高めに決まりました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスには2番筒香、今日はまだ当たりが。引っ張った、高い打球ライト線、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。これから9回タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが、小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。打った、高く上がった、センターが下がった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは守備交代から起用されている糸原。初球は何から入ってくるか。初球はボールになりました。次が2球目、2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。バッターはダイソーから起用されている近本。ヒットでランナーを2塁に置いています。バッターボックスには代打のデスパイネ。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。いやー、ちょっとヒヤッとしましたね。まあピンチヒッターは初球から狙ってきますから注意したいですよね。そうですか。痛烈、文句、突き刺さった、デスパイネ、さらにダメ押しの一発、今シーズン第2号のツーランホームラン。ベイスターズ痛い一発を浴びています。ベイスターズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。打席には4番バッター掛布。さあまず1球目、引っ張った、これはどうだ、一二塁間を破る、これで4連打。ノーアウトランナー1塁です。打順は5番石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられました。初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ベイスターズ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。
ベイスターズピッチャーが変わります。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど。どういった攻めを見せ、打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。真ん中を破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打。ノーアウトランナー二塁です。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。低めの変化球でカウントを稼ぎます。レフトに持っていった。雨の中伸びていく。あと少し届かない。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。ベイスターズさらにピンチが続きます。打順は8番梅野。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい。ここはピシャー、いい当たり。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあ打席には先発の桑田入っています。まあベンチとしては完投させたいんでしょうね。そうですね。外の球打った。セカンドの右。あっと取れない。二塁ランナー三塁も回った。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース追加点を挙げました。ベイスターズさらにピンチが続きます。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。外へのスライダー、ここは見極めています。いった。ぐんぐん伸びていく。入った。新庄さらにダメ押しの一発。今シーズン第10号のツーランホームラン。なんと今日3本目のホームラン。ベイスターズ追加点を許します。今日は守備で交代してそのまま出場している糸原。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。セカンド正面のゴロ。取った。アウト。ワンアウトです。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい。おっと取った。一塁へ。アウト。これはチームの士気を上げてくれるような。打順は4番掛布。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球打ち高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ベイスターズ追加点を許します。相手主砲の一振りでした。バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい。引っ張った。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。今日4本目のツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。レフトへ。さあいいところに飛んでいる。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。ベイスターズこれ以上離されるわけにはいきません。バッターは7番真由美。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい。今度はしっかり抑えて。初球打ち。打球はレフトへ。ここはフライになっています。筒香が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。 DeNA ベイスターズは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか。まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、
大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。